どうも、愛です、私が卒業したいことはまあいろいろありますけど、まあ一番はやっぱり部屋を片付けられない自分を卒業したいですそれかな。もう毎年言ってるんですけどね、もう本当にもう今年の目標はもう部屋をきれいにしますとか、もう全然ですね、もうついにドア開かなくなりましたからこの前に猫が入って、猫がいないなと思ったら帰ったら私の部屋から出てこれなくなっちゃって、多分山のてっぺんに乗ってなだれちゃって、でドアがバタンって閉まって多分出れなくなった。もうそういう状態だから旦那にもいつも嫌味ばっかり、もうあんたの部屋やばいねって言われてますけど、それを卒業したいと思います。